超える、進化。30代になった浅田真央さんは、新たな夢を追いかけていたフィギュアスケート女子で2010年バンクーバー冬季五輪銀メダリストの浅田真央さん32が、自ら総合演出する新たなアイスショー、ビヨンド、ビヨンドで兵庫県をはじめ全国各地を回っている。私も小学生の時に伊藤みどりさんのアイスショーを見て目標をもらった。同じように子供たちに夢を与えられたらと、スケート界の未来を見つめる。 山本哲司、15歳で世界に衝撃。浅田さんは名古屋市出身。トリプルアクセル、3回転半ジャンプを代名詞に15歳でグランプリ、GP ファイナルを制し、世界に衝撃を与えた。10年バンクーバー五輪の銀メダルや、14年ソチ五輪で見せた圧巻のフリー演技は今も語り草だ。17年に26歳で引退した後も、 プロスケーターとして表情で輝きを放つ選手時代は決められたルールで競技をしないといけないがアイスショーは自分の好きなことができる。照明や映像があったり衣装も小道具を使えたりロングドレスを着ることができたりスケートの世界が広がったトップでなくてもビーヨンドの意味は超える30代になっていろんなことを学び経験してきた。進化したなと思ってもらえれば嬉しい。 現役時代に使ったシェヘラザード、白鳥の湖などの楽曲を選びつつ、別パートや初のペア演技に挑戦している出演者は交流サイト、SNS で公募し、オーディションを重ねた。競技引退後も観客の前で演じられるのは一握り。トップに行けなかった選手にも素晴らしい表現や美しい滑りをする人がいる。トップスケーターでなくても、こういう場所で滑れるんだよと知ってもらいたかった。 胸ながらキラリと光るスケーターたちと一からショーを作り上げた浅田さんに憧れて10月上旬に天ヶ崎スポーツの森、兵庫県天ヶ崎市であった兵庫公演は32歳を迎えて初めての公演だった。全4公演とも違うサプライズがあって感動した。姉、浅田舞さんがメッセージを読んでくれたり、メンバーが内緒で一曲滑ってくれたり、 とても幸せで思い出になったと振り返る、兵庫には浅田さんに憧れてスケートを始めた選手がいる。今期の GP シリーズ英国大会とフィンランド大会で2連勝を飾り、初の GP ファイナル進出を決めた三原舞、シスメックス、高難題大,大学院だ。今期のフリー演技、恋は魔術師は、かつて浅田さんが現役最後のシーズンに演じた曲でもある19年夏、三原は浅田さんが手掛けた前回のアイスショー、 サンクスツアーの会場を訪れていた。体調不良で静養していた時期で、頑張ってねと声をかけたのを覚えている。それからみるみる復活をして、今ではさらに素晴らしいスケーターになって戻ってきてくれた。私自身も嬉しい。また戻ってくることができて、同アイスショーは今年9月に始まり、来年3月まで約70公演を予定。関西では来年3月4日、5日に大阪公演がある。 会場の東和薬品ラクタッドーム大阪府門真市は競技生活最後の公式戦となった全日本選手権を戦った場所。そういった思いもあり、また戻ってくることができてすごく嬉しいと入和な笑みを浮かべる世界中から愛された不正室のスケーターは今も新たな夢を追いかけている浅田真央さん、小田信成の現役復帰にすごい。相当な覚悟と練習が必要。 お互いに進化していけたらフィギュアスケート女子で2010年バンクーバー五輪銀メダリストの浅田真央さんが総合演出を務めるアイスショービーヨンドの京都公演が12日京都アクアリーナで開催された90分間ほぼ休憩なしで滑り終え最後は2300人の観客にとても幸せです素晴らしいスタッフの皆様スケーターそして最高のお客様ありがとうございましたと 声をかけた、講演後に取材に応じた浅田さんは、最後は皆さんパワーへ拍手を送ってくださり、とても嬉しかった、と笑顔。また、この日は、共に2010年バンクーバー五輪に出場した小田信成の現役復帰戦と知ると、そうだったんですね。と驚きつつ、すごい。現役復帰は相当な覚悟と練習が必要だと思いますが、もう一度復帰する小田選手を応援していますし、 別々の道ではありますが、お互いに進化していけたらなと思いますと、改めてエールを送った京都公演は13日にも2公演が行われ、大阪公演は来年3月に東和薬品ラクタブドームで開催される放置新聞社。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。